アロハ、ハイノージャパンニュースアップデートへようこそ。松本裕太です。本日は11月18日、ハワイより最新のニュースをお届けします。今週火曜日、ハワイの小学生と HIS のツアー客がアラワイ運河にあるものを投げ入れました。投げ入れられたのは元気ボール。これは微生物、糖蜜、米ぬかでできており、水中のヘドロをきれいにしてくれます。プロジェクトメンバーはこの元気ボールにより、将来また運河の底の砂が見えるようになり、小魚が戻ってくると話します。現在までに2万個の元気ボールが投げ込まれました。目標は30万個だそうです。直近7日間の新型コロナウイルス新規感染者数が発表されました。今週水曜日に発表された新規感染者数は1049人、先週は1288人でした。最近は微増微減を繰り返しています。ワイキキビーチは天然のビーチではなく、人工的に作られたビーチというのもご存知ですか？ハワイ州はワイキキビーチを守るため、定期的に砂を沖合から持ってきてワイキキビーチに足しています。直近のプロジェクトでは、昨年350万ドルかけてクヒオビーチパークとロイヤルハワイアンホテルの前に砂が継ぎ足されました。ハワイ大学の研究者はドローンを使ってビーチの管理と保全のためにビーチ沿いの砂の動きについて詳しく調べています。2018年から2020年にかけて毎週行われたドローン調査で、砂はビーチの端から端へ移動していることが分かりました。これまで考えられていた岸から沖合、沖合から岸への移動ではなかったようです。ハワイの2022年ミスアロハフラがナイキコレクションの新しい顔となりました。ニューヨークタイムズスクエアのビルボード広告で、ロペスさんはメリーモナークフェスティバルで受賞した古典フラのカヒコを披露しています。この撮影は9月にオアフ島西部のマカハビーチで9時間かけて行われたそうです。アメリカ最大の音楽賞グラミー賞にハワイの2つのアルバムがノミネートされました。1つ目はクムフラのケアリー・セバロスさんのロサンゼルスでのコンサートが収録されたデビューアルバム、ライブ・アット・ゲニー・センター。もう1つはナタリー・アイ・カマウーさんのナタリー・ロエラニです。第65回グラミー賞は来年2月5日に開催されます。ハワイの音楽や芸術がどんどん世界に知られていくのが大変嬉しいです。以上、11月18日、ハイナオジャパンニュースアップデート、松本裕太がお届けしました。アロハ、ハイナオジャパン YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ハイナオジャパンニュースアップデートでは、毎週日本の水曜日と土曜日にここハワイからローカルニュースを配信しています。より深くハワイを知れ、さらにハワイを好きになっていただけると思いますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。それではまた次回、アロハ。